はい、お疲れ様です。聖子です。本日2月16日火曜日のですね、相場を振り返っていきたいと思います。こちらの動画はですね、毎日株式相場と向き合って、どのように取引をしているのか、どんなニュースをね、見て、銘柄をチェックしているのかなど、せきららに綴ってますので、ぜひ。 初心者の方も参考に見ていいただければと思いますそれではですね、まず本日の収支、そして本日のポイント、本日の日経平均、本日の監視銘柄トレード銘柄、そして明日の監視銘柄、明日の決算一覧の表を見ていきたいと思います。はいということで、本日もね、お疲れ様でしたということなんですけどもね、日経強かったですね。 本日ね結構張り付いて見てた部分あるんですけどもまあ、全体的にですねやはり日経平均ともにですね上がっていっておりましたのでかなり取りやすい相場ではあったのかなと思います皆さんいかがでしたでしょうかはいでは振り返っていきましょうまず本日の収支ですね本日の収支 利益の方がですねプラス5万9041円ということで、損失が0円ですね、収支の方がプラス5万9041円になりました、本日はですねまあ、気持ちいい伸びだったということで、しっかりとですね。 監視銘柄の中から絞って取っていくことができましたはいそして本日のポイントですねまずは初動の銘柄絞りここをやっていきましたあの結構ね決算が多い中でですね決算と2日目3日目の銘柄でもですね値、ね、動きが多くあるものに関してはですね朝からもう寄りつかずにですね時間が経ってから寄りつく銘柄などもありますので結構ですね初動のうちからですね銘柄絞っていきますもう張り うんと寄り付きが遅い銘柄などはですね結構初動の段階で切っていくというようなね監視銘柄から外して入れそうなものをどんどんね あの、探っていく形をとっております。はい。そして二つ目ですね、反発乗りということなんですけども、初動でね、落ちてくる銘柄があるので、そこからですね、これが反発していくのかどうなのかというところを見極めてですね、乗っていくパターンもあのしっかりと押さえていっております。そしてそこで重要になってくるのが板の状態などになってきますので、板の状況ですね、常に見逃さないように監視しています。ということで、本日三つのポイントを挙げさせていただきました。 ははいでは次、ですね本日の日経平均見ていきましょう、本日ですね、またまた高値更新ということで、ですねプラス383円60銭ということで、日経平均3万467円75銭で引けたということです。はい本日でですすねね米国株がです、ね まあ祝日でお休みということでしたので、まあ、日経平均どう動いてくるかというのがですね、朝から注目された形にはなるのかなと思うんですけども、まあ、順調にですね、上昇していきました。番にはですね 結構強くなりまして一時500円を超えた場面もあったのかなと思うんですけども、まあ、ずっとですね伸びていってる形になりました、まあ、最後の最後ね引け間際でグダグダグダっと200円ほど落ちたかなという感じはしたんですけども、まあ、これだけ上昇しておりますのでね、まあ、そのぐらいの下げはあるのかなという感じに。 捉えられますまあ、こちらの上昇もですねうんと昨日からも言ってる通りですねコロナのワクチン普及に伴ってですね景気回復の期待がされているということでですねどんどん強くに強気になってきている状況になりますただやはりですねまあ、ずっと上げ続けるということはないのでどこかで調整が入ってくるのでそのあたりもね気をつけて日々見ていきたいうんとところかなと思います はいそれではですね本日の監視銘柄トレード銘柄の方を見ていきたいと思いますまずですねメドピアですねこちらうんと寄付きの方から見ていきましたはいそしてですね本日このメドピアですね実はですねうんとこちらですね昨日 の引け後にですね、決算発表がありましたということで、まあ、本日注目されていたかなと思うんですけども、より次ですね、少し上の方から始まったので、ガクッと落ちました。まあ、ここの状況を見てたんですけども、まあ、板の状況すごい良かったんですね。板もたくさん入っておりましたので、ここからの伸びというのは強く感じました。なので、このあたりからですね、反発を狙って入ったんですけども、ここから大きく伸びていきました。強い上昇でしたね。 ただですね、ぐっと伸びていくというよりはですね、じわじわと見ての通りですね、少し伸びては調整が入って、少し伸びては調整が入ってという形でですね、綺麗な上昇を作っていきました。でこちらの、ね、5番の辺りからは少し戻ってきた感じもあったんですけども、その後グぐだぐだぐだと下がっていった形になりますが、全、まあ、場でねしっかりとここ、利益を取れたのではないかなと思います。 でこちらに関してはですね、ちょっと見ていきましょう。チャートの方を見ていきたいと思うんですけども、まあ、本日ですね、ここを見ていくとですね、まず、ここのね、うん7000のあたりがもう、 ずっとね、あのー、ここを割らずにですね来てたというような状態で、まあ、ここからの決算ということだったので、ここを上げていくだろうというふうに読んでいたんですけども、まあ、しっかりと上げていった形になりましたが、まだですねや、やはり過去のチャートを見ても、この上昇傾向を取っていけるのかなと思いますので、明日以降もちょっと見ていこうかなとは思っております。この上髭をですね まあ、上ヒゲ内で始まって、ですねこれをこう取り返していくような形であれば、上昇も目指せるかなと思いますし、発生目指していくことも可能なのかなと思ってますので、明日ね、板の状況なども合わせて一緒に見ていきたいと思います。ただ、下げてきてもですね、まあ、7000円あたりで反発するような形になってくるのかなと思いますので、ここも注目して見ていきたいと思います。 はいただ、決算の方がですね、こうして、ね、出てきたんですけども、このですねやはりこのコンセンサスですねあの、ここをですね、水準を上回ったということなので、これが結構ね、強い材料になってくるのではないかなと思いますので、まだ少しね、あの力があれば、明日出できなかしっかり伴えばですね、上がっていく可能性はあるかなと思って見ております。はい、ではいいいででで次次行きたいと思まますすすすねねセレスになりますこちらです、ね 昨日、ストップ高になっておりました。はい。セレスはですね、ちょっとね、ここ文字がちっちゃくなっちゃうんですけども、2月の12日ですね、に発表があり,ありまして、昨日、ストップ高になっていました。ということで、こちらですね、43%増しでですね、2期連続最高益、そして12円増配へということで、しっかりと S 高ストップ高ね、張り付いていましたが、本日ですね、寄り付きました。 で寄り付いたんですけども、やはりここもですね、書いたしっかりありましたし、上昇結構ね、大きく期待できましたので、こちらもですね、寄り付きからですね、しっかりと入っていくことができました。このあたりね、かなりもう全場スタートからですね、銘柄を絞った形になっていきますが、綺麗にね、上昇していけたので良かったかなという形ですね。はい、こちらもですね、 うんと最終的にはね張り付いた形になりますで私はですねここ上昇とともにですね少し落ちたところでもうねこの辺りちょっと陰線続いたのでこの辺りでですねもう利確してしまったんですけどもその後ですねあのストップ高張り付いていますので明日ですねまたこう出来高があれば上昇傾向にもあるのかなと思いますはいこちらもちょっとね冷やしの方見ていきましょう。もうこれだけですね大きく 要請つけておりますののでちょっとねあの高値も更新しておりますしまあ、警戒はしながらですね入っていきたいところではあるかなと思います。本日もストップ高結構たくさんありますのでね、まあ、ここからどこまで伸ばせるのかというところにもなってくると思いますのでしっかりとね出来高板ともに見てください。 はい。では次行きたいと思います。はい。次ですね。スノーピークですね。七8 1 6はい。こちらですね。昨日ストップ高で張り付いていた銘柄になるんですけども、本日ですね。大きく窓を開けてのスタートになりました。ここからですね。陰線、陰線という形でダダダダダ,ダと下がってきたので、全場は結構ですね。この寄り付きあたりはもう監視銘柄としてですね。まあ、見でなかったという形になりましたが、 ちょっとねこのあたり、ね、値動きも少なくね、しっかりとただ、このねあの下のこの抵抗性のあたりでグダグダグダグだとしている感じがね見受けられたので、このぐだぐだしているあたりからはちょっと伸びるんじゃないかなと、さすがにですね結構高値がですに、ね、と2925円ということで、要はここからですね、 ぐだぐだぐだーっとこの2700円もっと割ってきてますね2600円あたりまで下がってきてるということは300円以上下がった形になりますのでもう少しねやっぱりね引きに向けてどこかで伸びてくるのではないかなというね予測を立ててこ,この辺りでね入った形になりますでここから少しね伸びたんですけどもかなり伸びもねあの強く強く 強くはなかったので少しねどっちかというと弱くジリジリという形だったのでいつどこで落とされるかわからないそんな感じだったので早めのねあの利確という形にしたんですけどまあここは美益という形になりましたがまあ、プラスでねあの抜けれて良かったねという形になります結構ね板も薄かったのでまあ明日以降ねちょっとここのあたりもどうだろうなという感じはするんですけども うーん、まあ出来高があって寄り付きぐらいなのかなという形にはなってくるかなと思いますここもですね2月12日引け後にですね決算出ておりますのでまあ、昨日ねしっかりと力を使ったという形なのかなと思いますはいちょっと切れてますねはいその他ですね監視銘柄ロジザードであったりとか QD レーザーねうーんとこのあたり うん、監視銘柄に置いてながら見たりしたんですけどもまずですね、うん、と寄り付きの時点でですね、うん、とダイヤモンドエレ,エレクトリックここですねホールディングス6699この辺りと A バランスこの辺りはですね寄り付合遅かったのでもう A バランスはですねもう本日寄り付かないなと思ったので監視銘柄からすぐにもう消しました。 明日以降ね、ねここ強いので見ていきたいかなと思います。はいダイヤモンドホールディングスもですねこちらもですね明日以降もしっかりと見ていきたいと思いますが、うん、と本日もですねストップ高のなっておりました最終的にはここもね寄りついてぐっと上がっておりますのでまだまだ力強いかなと思います。QD レーザーですね少し見ていきたいと思います。QD レーザー強いですねなんでこんなに強いんだというぐらい強いんですけどもこちらですね 本日大きく窓を開けてのスタートになりましたがここからですね要請に作っていっております。はい見ていきましょうこちらですねこちらから、まあ、寄り付き結構ですね、まあ、200円ぐらいはガバッと開けてのスタートになってるんですけどもここから落ちてくることなくですねしっかりと上昇を作って最終的にストップ高で張り付いています。強い。 ただですね、やはり IPO、これ怖いのが、やっぱ崩れてくるとき、すごい勢いで崩れてくるので、まあそろそろちょっとね、気をつけておいた方がいいかなと思いますので、皆さんね、この、ここ取引するときはね、ちょっと気をつけてエントリーしてください。やっぱりしっかりね、板などを見れないとですね、ガクッと落ちてきたときに巻き込まれますので、対応できないっていうね、可能性も出てきます。もう大口が売りに走ったときはですね、もう、 切る隙間もなくもう落とされますのでまあそのあたりね気をつけてね見ていただければと思います少しねやっぱ上がりすぎ感も出てきてますので注意していきましょうはいということで明日の監視銘柄見ていきましょう明日の監視銘柄明日の監視銘柄ですねロジザード、まあ、引き続きちょっとね見ていきたい銘柄の一つでもあるんですけどもこちらもですねはい こちら、ロジザートなんですけども、こちらですね、本日2701円で、大きく窓を開けてのスタートになりました、ここからですね一気に下がってきてるんですね、大きく陰線をつけた形になります、このままグダグダグダグだと、昨日ね、それでもストップ高で張り付いたものが、本日ですね、大きく窓を開けての、下がってきて、この窓を塞いだ形になるんですね、この窓、を明日回収にかかればいいなという形で見ているんですけども、 まあこうしてね、うんと、まあ、決算が出てですね、うんと12日に出たのかな、はいそうですね、12日の引け後にですね出ております。はいこちらですね、情報修正出て最高益更新へということで、ですね木のストップ高になっている状況ですので。 ま、進捗率もですね、うんと、2クォーターでですね、47.2と、まあ、半分ぐらい取ってる形なので、まずまずという形かなと思いますが、うんと、まあ、増収増益ということでですね、まあ、期待度が高まってのきのストップ高か,かなと思いますで。本日大きく窓を開けてのスタートから窓を埋めた状態になりますので、ここをちょっとね、明日少し回収を見込めたらいいのかなと、ここですね、思って見ておりますが、これはない、 またここの窓をこう塞いでくる可能性というのももちろんないわけではありませんので、まあ、どちらに動いてくるのか板の状況などもしっかりと見ていきましょう。 はい、その他ですね。本日もストップ高であったダイヤモンドエレクトリックであったりとか、a バランスここね。ちょっと取っていきたいなと思うんですけども、それ以上にもですね。ストップ高たくさんあります。もうこのね。緑の線はですね。決算でうんと出ているものであったりとか。まあこの数日間でですね。決算でうんと張り付いたものも入れ算していただいておりますので、ここね。緑塗ってあるものがうんと決算。 系になっておりますで、n チェンジとかねあの株式分割があるのでこちらもねストップ高張り付いていました。私結構ね好きな銘柄なんですねねチェンジちょっとこのあたりも見ていきたいと思いますはいそしてですね本日ですね引け後に発表された決算出ておりますもう本日ね4社ぐらいだったかなと思うんですけどもこのあたりちょっと私もまだ見れてないので決算ね あの内容から全て目を通して見ていて明日の監視銘柄にうんと入れていきましょうまあ、初動の動きがね結構大切になってくると思いますのでしっかりとねやっぱり初動で見ていってうんと省いていくという形もとってもいいのかなと思いますはいそして明日の決算一覧見ていきましょう明日の決算一覧はですね、うん、と合計8社ということで場中の決算発表はありません。全部引け後のね あの発表になりますのでまあ、この辺りもですね少し見ながらですねうんとやっていけばいいかなと思います。はいということでですねもう決算相場がやっと落ち着いたということで本当にね皆様もうお疲れ様なんですけどもまだねこの決算があった銘柄、ね、取っていくことできると思いますので。 ま強いテーマがあるわけじゃないのでね、しっかりとこういうところを狙っていくのがいいかなと思います。そしてですね、あのぜひあの振り返ってですね、業績がいいのに下がってる銘柄、まあ、そういったところはですね、今後上がってくる可能性多いにありますので、そういったところもですね、チェックしながらですね、また今後ブログなどでも発表していければいいのかなと思っております。のでぜひですね、あのこちら動画であったりブログをね見逃さないように毎日更新しておりますので見ていただけると。 幸いいでですすはい、そしてですねまだまだ株式投資初心者だよという方には、ですねこの基礎版もですねブログの方、そして動画の方も置いておりますので、ぜひ参考に見ていただければと思います。そして、ですねこちら無料オンラインサロン、まあ、株好きの森ということでですね株好きの方がたくさん語り合えるようなのですね。 無料のオンラインサロンもご用意してますのでぜひですね無料で参加できるので参加していただければと思いますこちらでですねブログや動画の配信もですね行っておりますはいまたですねこちら動画の方見ていただければいいねコメントしていただけるととっても 嬉しししくく思いいまますすのでぜひよろしくお願いしますということで本日もですね皆さんお疲れ様でした明日もしっかりと利益を取るために頑張っていきましょう。